どうも皆さんこんにちは。本日の戦いも何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日の対戦相手ですが、こちらの一足になります。そして戦いの舞台は今回もスニーカーズとなっております。今回はおそらくですがスニーカーズのみの販売となっておりまして、事前抽選などはなくスニーカーズでの戦いとなります。ということで今回は10月に欲しいスニーカーにもランクインしていた一足ということで気合が入っております。今回のモデルは2001年に日本で3000足限定で発売された COJP の AJ1 で、同じく COJP ではシルバーが先に復刻しておりまして、そちらは見事に敗戦となっております。ただ同じ COJP でも今回のミッドナイトネイビーが本命なので、今回勝てればそれで万事 OK というような意気込みでおります。このミッドナイトネイビーもどうやらケース付きとケースなしの販売があるようで、今日はケース付きが販売された後にどうやら10月31日にはケースなしの販売があるっていうような流れのようです。でちょっとおかしな話かもしれないのですが、私個人的な本命としてはケースなしの方です。というのもケース付きが当たったら、まあ、ちょっと情けないような話ではあるんですが、多分もったいなくて履かずにそのまま保管してしまいそうなんですよね。なので気軽に下ろせるケースなしの方が当たってくれればそれで OK っていうような感じではあります。もちろん今日のも当たっては欲しいですが、基本履きたい派ではあるのでおかしな悩みを抱えての挑戦になります。まあとはいえこんな悩みは全く不要なぐらい気持ちよく外れるとは思っているので、今日は気軽な気持ちで挑戦したいと思います。さて直近の戦績ですが、オンラインはデンハムコラボから敗戦が続いておりまして、月の前半の好調はどこやらっていう感じですが、シュプリームのマップラも店舗で購入できていたり、まだまだ調子のいい月っていうところではないかと思っております。そもそも10月前半は挑戦自体もそこまで多くなかったですし、すごい争奪戦的なものっていうのもそこまではなかったので、この後の戦いでどれだけの戦績を残せるかっていうのが力の見せどころではないでしょうか。この後には大物がたくさん控えているので、勢いをつけるためにも今日は勝ち取りたいと思います。と言ってる間に間もなく9時を迎えそうです。果たして無事に購入できるのでしょうか。はい、では9時を迎えました。まずはエラーを起こさずに抽選に申し込めました。無事抽選に参加できました。では少し時間もありますので、この後のスニーカーズで発売されるスニーカーを見ていこうかと思います。結構急に大物がたくさん出てきていますので、少し長くなるかもですが、今後狙うものを見ていこうと思います。まず e スポーツの3足については前回の挑戦動画でもお話ししましたが、 AJ1 とブレイザーはまだ狙うか迷っているような状況です。あとはスケルトンの Air Force 1はパスする予定です。その後がついに発売が決まったオフホワイトの AJ5 ですね。これは皆さんも狙われるのではないかと思いますが、私ももちろん狙います。個人的には前の黒よりもこちらのセールの方が好みでもあります。オフホワイトはザテンがおそらく全部勝負を挑んだと思うんですが、全敗というところから始まっていて、その後も人気のものはほとんど手に入れられていないので、今回は力を入れて狙いたいところです。あとはシュプリームのマップラの緑、これは狙うかちょっと迷いますね。黒を変えたのである程度満足しているっていうのと、どちらかというとこの後に控えている白の方が欲しいので、まあちょっと考えたいと思います。最後が10月のベスト5で1位に挙げていた AJ1 のラッキーグリーンですね。これは発売延期になっていたので、いつになるかと思ってたんですが、そこまで延期にならずに出てきたので、これも欲しいところですね。ただ公式画像を見ている限り、グリーンのところはもちろん、ホワイトのところも脂肪感が結構強いレザーっぽいので、これがちょっとどうかというところですかね。このカラーであんまりきつめに脂肪感があると、個人的な好みからはちょっと離れるんですが、まあただどちらにせよこのカラーはかなり好みではあるので、確実に狙っていこうと思っています。あとスニーカーズではないんですが、今日発売のエアフォースワンが結構気になっておりまして、11月上旬くらいまでの大物が全然買えなかったら、これも買おうかなと思っております。まあそこまで残っているかはちょっとわからないですが、結構このカラー良くないですかね。正直だいぶ好みなんですよね。これ狙われてる方っていらっしゃいますかね。
よければコメントにもいただけましたら幸いです。ということで、まもなく抽選が締め切られる頃でしょうか。それでは次のシーンに飛んでみましょう。さあ、抽選が締め切られました。ここから数分以内に結果が通知されるはずですね。それでは間もなく結果が出る頃でしょうか。大型連戦の始まり、ナイキエアジョーダン1 CO.JP ミッドナイトネイビー、購入できるのでしょうか、それともできないのでしょうか。結果は、やっぱりさすがに購入できなかったようです。まあ相当数が少なかったでしょうし、正直すっぱりと諦められるような敗戦ですね。まああと序盤でも言った通りですが、どちらかというとケースなしが買えた方が気軽に履けてある意味嬉しいので、ケースなしの方でしっかりリベンジしたいと思います。皆さんの結果はいかがだったでしょうか。ぜひぜひコメントにもお寄せくださいませ。おっと、ということで本日の動画もここまでのようです。本日はナイキエアジョーダン1 CO.JP ミッドナイトネイビーに戦いを挑み、無事に購入できませんでした。残念でもなければ当然と思われた方はぜひぜひチャンネル登録を、自分も外したから仲間ですねっていう方はグッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の試合でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。